おで始まりました、もてちチャンネル。さあ、今、緊急で動画撮ってるんですけど、まあ、もうね、タイトルとサムネで分かったと思いますが、藤川亭さん、本当にドラマに出ました。はい。ね、半信半疑だった人が多かったでしょう。まあ、僕自身は、ね、本当に撮ってたっていうのは知ってたっていうのは、もう前のね、動画で出ていると思うんですけど、そこで話してましたよね。そのドラマについて、もう去年の段階で話を聞いていたんで、だから去年の段階でね、情報公開とかね、情報解禁される前、全然前ですから、まあ本当撮ったんだろうなと思ってたんですけど、なんとですね、第1話からちゃんと登場しておりました。全8話のうちの、まあ、8話目だっけ、6話目だっけ忘れちゃったけど、それには出てますよ、おそらくって、てんちゃん言ってたんですけど、いやもう第1話からちゃんと出てました。はい。もちろん、エキストラではあるんですけど、まあもう写真でね、見て分かったと思いますけど、ちゃんとね、演技してた。主人公がいる場面で出てきますよ。はい。恋愛バトルロワイヤルというドラマなんですけども、まあせっかくなんでね、そのてんちゃんのね、登場だったりとか、僕、ネットフリックス、日本語の音声の時は英語字幕ね、出して見てるんで、ここに出てきたね、有益な表現も、紹介しようかなと思っております。せっかくのね、英語チャンネルですから、って言ってもらえればと思います。はい。恋愛バトルロワイヤル、三上愛さんですかね。はい。三上愛さんと宮瀬隆美くんのですね。はい。ドラマなんですけども、本当に神戸で撮ったって言っててさ、本当に神戸だったしね。神戸市看護大学が舞台なんですけど、そこで、まあ、高校として出てくるんですけど、はい、そこの神戸市看護大学にも、ちゃんとね、もう本日公開のやつに出てきますって書いてあって、16歳より下は見ちゃいけないっていうのがついてましたね。なんで、ちょっと、だからこれ見てる方では見れない内容かもしれないです。ちょっと過激らしいんで、はい、見てみたいと思いますね。あら、いきなり、もう最初のシーンから、はい、過激なシーンですね。はい、ちょっと、エロいドラマなのかな？ああ、はいはいはい、レビューっていうか、プレビューで見たストーリーのこと言ってますね。どこでてんちゃん出てくるんだろう？一応聞きます、てんちゃん。そう、第1話から出てましたって言ってたんで。10分台のとこ？ 10 分10秒あたり？ほんとだ。ほんとに出てる、普通に。そして普通に演技をしている。なんか友達と喋ってるじゃん、ちゃんと。なんかこう喋って、これ見たみたいな、なんかこうスマホをこうやって見て。言ってたな、そういえばそんなようなことも。確か喋った時に。で、後ろ姿も映ってるな。へぇー。がっつり映ってますね。どうなんだろう、やっぱでも知らないとわかんないよね。そう、だからこの主人公たちの前を歩いてるんだよ。そう、だからこっち側からその主人公たち、前側から見て、こうだから藤川さんの後ろにいますね。後ろにいる主人公たち、逆側からも出てきますね。逆にこの主人公たちをこう後ろから撮ってるシーンでは、藤川さんの後頭部もちゃんと出てますね。というのは、これまさかの、本当に出たよ。これさ、第1話から出てるって言って、めっちゃ藤川影響で、その10分10秒のところのさ、見てる人のやつがドワーンって上がったらさ、仕事入んじゃないの？すごいと思うよ。だってネットフリックスのね、これでだって世界ですから、もう世界デビューですよ。で、ね、調べたら、なんだここだけめちゃめちゃ数字が跳ね上がってんだけど、一体何があったんだって言って調べたら、この子が出てるからですよ。何？数字持ってんのか、この子はって言って、誰なんだって言って、めっちゃ仕事入るかもしれないですよ。まあもう、なきにしもあらずですからね、本当に。数字で全部出るからね、ちゃんとね、そういうのね。ということでですね、今ね、2話まで見ました。はい。まあ、1話だけだとまだちょっと前段階って感じですね。2話でやっと、ああ、そういうことかって感じでしたけど、これが流行ったらすごいよね。まあ、だから恋愛禁止の学校っていうのがあって、で、そこで恋愛しちゃったら退学させられるんですね。get expelled っていう表現が何度も出てましたけど、はい。退学させられるっていう、そこで、で、しかも、もともとすごいお堅い女子校だったのが、男子校と合併して、共学になると。なんか最近ありますよね、よくね。合併してはあんまないけど、マージしてっていうのはあんまりないけど、マージャー合併っていうのも結構出てた。そういうのはあんまりないけど、まあ、共学化するなんていうのはよくありますよね。埼玉県もね、今ね、話題になってますけど、まあ、そういう内容ですね。で、共学化して男女恋愛禁止っていう校則ができる。で、したら退学になる。っていうのでストーリーが始まるって感じですね。なるほどね。男女禁止とかもうこの時代だとあんまないよね。昔はあったけどね。確かに知り合いとかも教え子のすげえ厳しい男子校にもあった。男子校だったのか。
男子校ではないの、恋愛禁止、手つなぐの禁止とかって書いてあったよ手帳に、うん、それでびっくりしたのを覚えてますけど、今でもあるんですかこういうのって、ちょっと気になるんですが、まあそこから、だから舞台横浜なんだね、その学校は神戸ですけど、その街並みは港未来だったな、まあまだわかりません、あの話進まないと、宮瀬隆美くんの住んでるとこだけが横浜かもしれないんで、ちょっとね全部見てからまずコメントしたいと思います。多分他の話にもまあ出てくるんじゃないかな、てんちゃんはね、見ていきたいと思いますね、その辺のことはね。見た方はぜひね、あの感想をお聞かせください、あのネタバレやめてくださいね、スポイラーはやめてくださいね。じゃあ出てた使える表現とか見ていきます。結構いいのありましたよ、例えば広報っていうのね、パブリシティなんていうね、これいい単語ですね。で co-ed ですね、はい、co-ed school ってね、共学です、はい、co 一緒にじゃないです、education ですからね。であと rebellious period って出てたかな、 rebellion period って出てたか忘れちゃいましたけど、まあ一応辞書とかには反抗期 rebellious period っていうのは載ってますね。その rebellion っていうのも出てきはしますね。ちょっとそこわざわざ戻って見直すのがめんどくさいんで、おちょっと使えるかもなと思った、いいんじゃないですか反抗期。とスラングだったらね、 delish っていうのが第一話出てましたね、うまっていうところでね、 delish って言ってたね。それなは right だったあ、それな right って訳されるんだ。次は treasure か、会計、あの生徒会の中で会計係のこと treasure って言ってましたね。これはいいんじゃないかな、アカウンタントじゃないですかね、はい、ちょっと面白いなって思った。あとはこれ2話だったかな、 lap dog っていうのが出てましたね。 lap dog ってほらこの桃のところの犬っていうので、こう言いなりになってる、学校の犬がって言ってる時に lap dog って訳されてたなっていう感じでね、いろいろと面白かったです。ああなるほど、そう訳されるのかみたいに思ったところも結構あったんでね、はい、ぜひアメリカ人の聴覚さんにも聞いてみたいようなところはありました。まあ今日はあの別にネットフリックスの映画も見て、うわー僕らがダメだって習ってたやつが思いっきりセリフで出てるとかもあったんでね。まああとほら昨日だったらツイッター上にね arrive to ね書いて、これ僕らダメって習うけど普通に出てきましたしね、という感じです。ぜひね見た方は感想を、ちょっとでも過激な内容なんで、まあね、まだ若い方はお控えください。ちょっと2話以降ね、どんな感じで話が進んでいくのか見たら、またまあサブちゃんかな出すとしても、はい感想を言おうかと思いますんで、はい、ちょっとまだ台風でどうなるか分かんないので、予定がね、本人にちょっと会いに行けたらなと思ってたんだけど、ちょっと台風来ちゃうんでね、難しいかもしれないですけどね、ということでございました。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 新幹線止まってるよね、この週末全部止まっちゃうのかな。